もうあげるの？え、あげるの？オープニング始まってから、オープニング始まってから下げるときにあげていいよ。さあ来てます、来てます。時刻は夜7時ちょうど回りました。つかちゃんのアジソマーティのお時間です。はい、始まりましたよ。始まりました、はい、はい、今日もですね、番組まず趣旨の説明からしていかないと怒られちゃいますので、はい、あのですね、はい、この番組はですね、アニメ好きのつかちゃんこと私キサラギつかさがですね、アニメアニソンをご紹介していく番組です。この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmgino1.com 797@fmgino1.com です。また fmgino1 ではユーストリームやツイキャスを利用して映像と音声を配信しています。そちらの方でもお楽しみください。ツイキャスも連動しておりますので、たくさんのメッセージ待っておりますよ。そして4月よりサイマル放送でも聞くことができますので、そちらの方でもアニソンを聴けますのでお楽しみください。そして今日お届けしますのは、私つかちゃんことキサラギつかさと、はい、エコザエルです。よろしくお願いします、はい、そして我らがメインパーソナリティザッキーです。はい、拍手。はい、山崎です。メインじゃないですけどね。メインじゃないです。はい、あ、メイン譲る？いやそれ多いです。はい、ザキはもう沖縄来て何年になりますか？今年で4年目です。はい、あら、もう卒業？卒業で。おお、卒業した後も沖縄に？いやー、それはちょっとまだ考え中ですけど。あらま。はい。エコさんは沖縄に来て何年になりますか？沖縄本当ね。はい、本当に来ても12、3年だね。なるほど、沖縄県内だと30年以上だね。ああ、なるほど、40年近く、はい、なるほどですね。まあね、もともと奄美出身でしたっけ？いえ、宮古あ、宮古島出身。はい、はい、はい、なるほど。私も沖縄来て3年。3年30年やったら生まれた年より超えてもある。自分の年超えてもちょっとサバ読んでるかねって、年をサバ読んでるかなと思ったわけ。でも僕だって年齢23だよ。え、32じゃない？32じゃない。あ、違う、年齢23ですね。 OK、 ザッキーか、何も突っ込みこない。26ですけどね、本当は。え、本当は26なんですけどね。3歳サバ読んだんですよ。ザッキーか、何も来ねえなと思って、どうしようかなと思った。これスルーしようかどうかちょっと迷っちゃいました。いや、スルーしちゃいけませんよ。はい、それではですね、ここで曲を、はい、1曲をお届けして CM 行ってからそのアニメをご紹介したいと思います。はい、曲はですね、今日のテーマはなんで、はい、その曲に、曲は何を流しますか？どっちにしますか？はい、そしたらですね、ルローニケンシンのオープニングテーマソング、はい、そばかすの方をいきたいと思います。大丈夫です？ OK です。はい、それではお聴きください。ルローニケンシンのオープニングテーマ曲、そばかすです。どうぞ。生世代、夕方5時世代。5時半か。逆にアニメじゃないか。アニメはそのあれだけで、漫画。宮古だからそんなアニメが入ってくる方じゃないです。だから漫画と、あとは今言ったようにパソコンから見る。ちょっとあと映画出た、映画化のロングバージョン出た時に、DVD に取り込んで焼く。ああ、なるほど。沖縄の離島っていうのは
なんか不便な部分ってあるんですか、そういうので。遅れるね。遅れる、うん、今は分からんけど、自分の中の時は普通の漫画でさえ 2,3 日遅れ、週刊誌でも、はい、2,3 日遅れるし、アニメに至っては自分自身が高校入るまで民放がなかったから NHK だけ NHK。 あとはもうケーブルテレビ局があるんだけど、そのケーブルテレビは引くのにお金かかるからってみんなやらん。あ、だからもう市街地だけ、市街地だけはケーブルテレビを、いや、ケーブルテレビは格安でみんな繋いであるから。田舎になると、あ、その場で専用線引いてこないといけないから、そう、専用線引いてきて、しかもまとめて、はい、その部落単位とかでまとめてやる、契約するから1個あたりの単位が高くなる。そうそうそう、だから誰も引かない。ああ、で1人が引きたいって言ったらさ、もう迷惑っていう。そうそう、いや、1人が引くなら1人が全部かぶるんです。ああ、で見たかったら それをまた分配してお金その分安くなっていくっていう。そうそうそう、そういう世代です。なるほど。だから逆にビデオ屋がすごい流行ってて、こっちのやつをビデオでダビングして、いろんなテレビ出てるさ、うん、ダビングして送ろうと、だから1週間遅れて届くわけ。なるほど。ビデオ、あ、なるほど、レンタルビデオ、そういう風に小さい頃だからヒーロー戦隊ものとかアニメとか全部見たいのがあったら、アニメレンタルビデオ屋に借りに行って見てる状態。ああ、うん、なるほど。それが大体もう中学高校ぐらいでしょ。ザッキーは値段高いとかはないですか？大体ビデオはね、200円、100円、200円だと、うん、一応古いのだったら毎週間ぐらい、ツタヤみたいな感じの。あ、ツタヤ。ただビデオテープの DVD じゃない。DVD じゃない。ザッキーはどこだっけ？あ、新潟です。新潟は携帯通じるよね。通じます。あ、でもジャンプが日曜日発売です。月曜日じゃないの？一日早いんですよ。はし、せこ。羨ましいね。逆に俺なんか3日遅れよ。水曜日、木曜日が発売。なぜか日曜日。ジャンプは月曜日だった。火曜日だった。月曜日。月曜日。月曜日が普通なんですよ。だけど、こっち、沖縄は火曜日さ。はい、で、さらに2日ぐらい遅れ。ああ、で、木曜日とか。水曜日、木曜日が。で、近所の駄菓子屋行ったら、日曜日の夜にジャンプ置いてる。あ、夜に。うん。なんでしないけど、その駄菓子屋だけは夜空いてる。そういうのがあった。あ、今日見てくれる人おらんな。誰も見てない。うん、コメント来てない。じゃあ CM 行きまーす。おーい。どっから話していくかな。とりあえず一番最後もお家からいい話していくか。お家から酒場島がなくなりますっていう。酒場島からか。あ、でもな、普通日本編から流れで話していこうかな。一応見たんですけどね、パッと見ないとまた思い出せないんで。ルロケ初めはあれさ、ルロニでカオルのところに。そう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 、それは分かる。それはもちろんそっかと思うんですけど、で次にヤヒコが来て、サノスケが来て、はい、あれだね、忍び、鬼は番衆、鬼は番衆、そうそうそう、で鬼は番衆の時にあの女の人来るじゃないですか。カオルじゃない、もう一人名前が思い出せないです。アオシじゃなくて、はい、忍森アオシじゃなくて、じゃなくてもう一人女が来るんですよ、医者の。ああ、めぐみだ、めぐみだ、そうだ、うん、全然分かってるんだよ。はい、ラスト CM。 じゃあマイクあげます。じゃあツッコミ入れてよ。あ、ツッコミバンバン入れます。うん。
間違えると1時間ごと1時間ずつ時給が減っていくので気をつけてください。時刻は午後7時9分を回り10分になろうとしております。スカッチャのアジソマーティン FM ギノワのスタジオより生放送でお届けしています。そう、お聞きいただいた曲はですね、浪人剣心の第一期オープニングテーマ曲、そばかす。はい、そばかすをお届けいたしました。 さて、というわけで今日お届けするアニメはですね、浪人剣心というアニメをお届けします。まあ、ちょっと長いアニメなんでね、ちょっと短くさっと紹介していきたいと思います。まずはですね、人斬り抜刀斎と恐れられていました伝説の剣客日村剣心と神谷薫との出会いや、いろいろなことがあり、その後カウ、あの、カウルとの間に子供ができて終わるという、あの、漫画ですね。いや、ざっくりすぎや。短い。短い。いいところが全然入ってない。上と下しか読んでないんじゃないですか。あ、じゃあちょっと中間地方でね。まず最初の方はですね、ヤヒコなどの愉快な仲間たちと出会い、で、いろいろ倒していき、そのまま、獅子王誠と出会います。でそして獅子王誠とも戦い、はい、その後縁日と戦って終わりというね。はい、一応ね、当たりね、当たり流れは当たりなんですけどね。合ってるっちゃ合ってますけど、はい、でまあまあ冗談はこの辺りにして、はい、まずは本編はですね、アニメでは3つに分かれています。まずは東京編、そして京都編、そして陣中編の 3つに分かれています。アニメ自体は1つでずっとつながってはいるんですけども、アニメ化の際に便宜的に一応つけなきゃいけないということでつけたのがこの三部作の名前ですね。まず東京編では最初は、剣心と薫が、流浪にで旅をしていた剣心が、神谷道場の師範代、神谷薫と出会うところからスタートします。で、そして、薫と出会った時に、道場が取られるという事件に巻き込まれます。で、そしてその事件を、日村剣心が、外決するんですけども、この犯人がですね、自分は人斬り抜刀斎だと言ってね、ね、本物の前で言うというね。すごかったね。すごかったですね。ねえ。負けっぷりがね。負けっぷりがすごい。でそして、実際、日村剣心って言いましたけども、本物の人斬り抜刀斎はこの日村剣心ですね。江戸時代の幕末に言われてた名前は人斬り抜刀斎、日村抜刀斎とも言われておりましたね。で、神谷合心流のを使う人斬り抜刀斎っていう風に言ってたんですけども、実際ははい、飛天御剣流、そうですだね、はい、飛天御剣流の日村抜刀斎が正解なんですね。いやー、飛天御剣流あれ覚えたらなかなかすごいなと思うんですよ ね。絶対まず無理でしょ。ねえ、やりませんでした、小さい頃。木刀でね、木刀でクズ流線とか。そう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 。自分ちはちょっとね、はい、学年が上だったからそこまではやらなかったけどね。ああ、じゃあ実際木刀で流水線をやってたとか。ちょっとムカつくやつを、ね。ムカつくやつに木刀で流水線。そう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 。さっきはやらなかった。いやもう世代が違うんで。やらなかった。やらなかったですね。あらまあ。ちょっとでも自分の子供の時にやってたらもうやってましたね。ガトツとか。ガトツね。はい、まだ京都編行ってないのにガトツを言うと思わなかった。1時間分時給減らさなあかんな。でそしてですね、でその後エピソードとしてはヤヒコと出会い、うん、ヌスッとのヤヒコだったんですが、これを事務所から、組の事務所から救ったのも剣心でした。でそして次佐之助というのに出会います。はい、はい、佐之助はですね、後ろに悪一文字を背負ったちょっと変わった人だったんですけどね。喧嘩や残座、喧嘩や残座、はい、残馬刀といって、楽長い刀、ね、はい、重くてね、重くてただ馬をぶった切るためのそうです。時代としては戦国時代の武器になるんですね。でそれを振り回して、まあ、剣心と戦うんですけども、剣心に敗れ、それで剣心とですね、なぜか仲間になり、そのまま共に行動を過ごしていきます。その後、日浦抜刀斎、日浦剣心はですね、すごく性格自体優しいんですよね。普段はね。普段、なんか、沖縄でいうフリム、
みたいな感じですよね。普段はよ。分かってるのにもかかわらずわざとその攻撃に当たるとかね。はい。股関節をわざと脱臼させるとかね。よくやるんですけどね。はい。刀放り投げられてびっくりするふりして相手がどっか行った瞬間に空中ノートをしたりとかね。はい。すごいね。はい。そして、ですね、黒笠の陣営、有働陣営と出会いたときにですね、あの、幕末時代の人斬り抜刀斎に戻りかけたんですよ。一旦ね。はい。薫を、拉致されて、カオルが殺されそうになったときに、殺さずを誓っていたのに、そのときに、剣士が言ったのが、いいからさっさと降りてこい、今すぐ殺してやると言ったんですよね。そうそう。はい。で、そして、顔つきもまるっきり変わったんですけど、カオルがなぜか、二階堂平法師の一歩を解いて、ね、はい、金縛りを解いて、抜刀斎は、日村剣士に戻ったと。で、その後、まあ、何がありましたっけね。ん？その後に、ね。めぐみ編だったんで、武田寛流なんで、そうそうそう、鬼和番衆、うん、篠森青人の、はい、話がありましたね。で、そこでも、そこでは抜刀斎には戻りかけてなかったんですよね。戻りかけてはいないけど、なぜか倒したね。倒しをね。はい。でその後、雷獣多編を超えて、まあ、雷獣多編はあまり話すところがないですかね。まあ、ないね。はい。で、そして、その後に京都編に進んでいきます。京都編、あ、だったね。京都編の始まりが、そうです。出たよね、今。ね。ね言っちゃいましたけど。言っちゃいけないことを言っちゃったね。斎藤はじめの。斎藤はじめがね、そばを食べたりするシーンから始まる。そう。はい。なんか名前違いましたよね、呼ばれてた名前。斎藤はじめじゃなくて、うん、藤田五郎。ああ、そうそう。ありきたりな名前です。藤田五郎という剣客として、で警察官なんですね、一応、うん、そうそうそう。で警察官として働いてて、で抜刀斎、日村剣心の腕を確かめるってことで、まず最初に道場を攻撃して、瀬野助をボロボロにして、そうそう。でそれから来た時に剣を交えていくにつれて、二人とも幕末でもともと剣を交わした仲ではあったので、二人とも幕末時代の人斬り抜刀斎と斎藤はじめに戻り行ったところを止めた、その止めたのが薫とかでもなかったんですよね、うん。誰だったかな、内務省の大久保利通、あの初代内閣総理大臣。そうそうそう。あ、そうです、そうです、うん、じゃないや。え、違うな。二代目だ。二代。だって初代はあれさ、佐藤ん？茂。伊藤博文だ、そうだ。はい、伊藤博文。なんかその辺のなんか変なひげ、まあ大体似たようなひげ生えてるおじいちゃんも書いてあるんでね、あの辺の総理大臣は。一応ね。が、大久保利通が出てきて、抑えて。で、そこで話されたのは、獅子雄誠が京都で暗躍していると。で、獅子雄誠とは誰ぞやというとですね、なんて言ったの、ミラ。というか、ただ、人斬り抜刀斎の後釜、はい。後釜としてね。で、雇われたんだけど、はい、あまり危険すぎるからということで、はい、ちょっとその、火を放って、組から、はい、消されたみたいな。暗殺されかけて、はい、したと思ったのに、しぶとく生きてると。そうです。で、大久保としても、確かに火まで放って殺したはずなのに、生きていたと。そうそうそう。でそこで、明治政府に立てつくために、武力による明治政府転覆を阻止する物語が京都編なんですね。だね。はい。またこれがいいとこでね、長いし、いいし。長いし、いいし。はい。見応えはあったね、はい、十分にね。そして、鬼和番衆との、ね、はいはい、仲直りもしていきますね。いいやつ。はい。なるほど。はい。ですね、メッセージがですね、すごい届きました。久しぶりに来たんで、ちょっと涙流しそうなんで、これ永久保存しておきましょうね。はい。ですね、ラジオネームね、ちゃうちゃうちゃうんちゃうさんからですね、長いし、言いにくって。はい。で、
いいですよね、ロニケンシン。それぞれの好きなシーンをお二人で実演してみてください。ちなみにアニソン・マーティン的に実写化した映画はどうでしたか。まあ、実写化した映画の方からいきましょうかね。はい、はい、ですね、これ実技したいんですけどね、あの私が好きなシーン、酒場刀とね、無限人がないとね、ちょっとできないんですよね。じゃあ厳しいですね。はい、そうなんですよ。はい、はい、やたらとね、あのなんかツイキャス来てないなと思った瞬間やたらと来てるというね。ああ、はい、来てますね。なんか変なマークの人からね、はい、いっぱい入ってるね、気づいたら。そうなんですよね。いっぱい来てるしみたいなね。はい、はちゃのみさん、こんばんはということでね。はい、こんばんは。はい、出遅れたままあと5分で焼き行ってきます。気をつけてくださいね。アマかける竜のひらめき。ああ、いいね。ああ、よく覚えてらっしゃいますね。合ってますよ。斎藤はじめもかっこいいですよね。ねえ、人への極みではなく二重への極みですね。で、はい、最後は佐野助三重の極み、はい、出したもんな。そうです。グーパーでしたかね。そうそう、あのコン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 、うん、衝撃を消し、こう、まず、あ、衝撃与えてグーで握り込んだ後に、はい、バンと開くっていう ね、まず無理ですね。はい、そうですね。はい、エコさんこんにちはってね、アイディアマスオさんから来ておりますね。こんばんは。はい、でそして、二重の極みってね、感染がない。あ、これ獅子をまくとでしょ。はい、そうですね。で、亀仙人が出てくるやつでしょって、それドラゴンボールじゃないの。だね。はい、でそして、見てないんだよね、佐藤健と武井咲。ああ、これ実写か。はい、あ、読み方合ってるのかな。はい、合ってます、合ってます。佐藤健。あ、佐藤健です。はい、亀仙人みたいなキャラってあれじゃなかった、サイズチじゃなかった。あ、サイズチ老人。あの、そうです、あの10本刀の、はいはいはい、あの富士と一緒に行動してる、あのバカでかい富士と、うん、はい、で、あのルチ将軍みたいな頭したやつね。はい、サイズチで、で、あ、すいませんね、斉藤健さんと武井絵美さんでしたね。あ、健か。はい、あ、そうなんですよ。で、実写は、吉川晃司と高橋メアリー。吉川です。え、吉川晃司なの。はい、吉川としか読めんかった。いやいやいや、あのね、僕なんで2次元に興味あっても3次元にあんまり大した興味がないのでね。はい、ここ3次元ですよ。はい、なんですね。はい、高橋メアリー、これ純ですかね、メアリー純が良かったってね。来てますね。なんかやりたいシーンあります？ローニケンシンで、ローニケンシンのかっこいいシーン、大体刀交えますからね。ね、うん、確かにそうです、ね。はい、ちょっとザッキーに一っ走りちょっと刀を買って、2本ほど買ってきてもらおうかな。あの、自分の家に2振りあるんだけど、はい、取ってきて。あの、いやいや、日本刀、小刀の方とね、はい、忍者刀。ああ、小刀の方をやるんだったら、ちょっと青ししかできない。青しですね、うん、こう、そうそうそう、あの、エコダルさんの家向こうだから。逆逆。あっち、あっち。多分20分で往復できる。うん、頑張れば。50分までには間に合うね。ということでね、でその後、獅子王誠とも京都で戦いまして、見事10本刀も撃破し、そして獅子王誠も倒したというか、これはどっちかというと、勝手に亡くなった、自殺ですかね。あの、興奮しすぎて限界を超えた途端に、うん、要は感染がないので人体が自然発火してしまったんですよね。そうそうそう、でそのまま燃え尽きてしまったという。そこで斎藤はじめが行けと言って行くんですけど、崩落に巻き込まれて斎藤はじめは死んだかと思ってたんですよ、うん、ね、生きてるんですよね。しぶといね。しぶといんですよ、さすが幕末の亡霊と言われた ね。はいはい、ただこれ斎藤はじめ、はい、アニメとはちょっと関係ないことで、はい、本当の話があるんだけど、はい、なんか普通空き缶をぶら下げてどっかの剣士、はいはい、剣道家の人が、はい、月を放って月の練習して、はい、空き缶ぶら下げて、はいはい、そこに斎藤はじめと名乗る人が来て、はい、木刀で本当に月を出した瞬間、その缶に穴が開いた。ガトツですか。ガトツですね。うお、本当に開けられる人見たことがない。そこまで体を鍛えなきゃいけないので、ね、まずザッキーに実証実験を行ってもらいましょうか、ね。ただその時の話でも、はい、初老の人というからも結構だね。初老の人
と。もう50、60になってる。なるほど、なるほど。これは本当の話。ダブルセブンみたいに、あの木刀の先端ピッて押しちゃって、ボタン押したら木刀の先端がピョンって飛びとか、そういうのじゃないですよ。じゃないじゃない。本当の月でね。だから、新選組はあの月がすごかったというさ。はい、はい。そうですね。横投げからの、はい。これが本当の話として、今でも、ね、ちょこちょこ、はい、聞く話ではある。そうなんですよね。じゃあもうそろそろ一回時間なんで、あの曲の方また一曲お届けしたいと思いますけど、曲の方いけるかな？いいと思う。はい、滑りましたと。はい、曲の方はですね、はい、同じくルローニケンシンの後半部分でのアニメのオープニングテーマ曲、2分の1ですね。それでは2分の1の方をお届けしたいと思います。ユーストアップでってユースト流してない？流してるよね。あ、般若も良かったね。うん、顔がね。顔がね。本当に変装のためにあこまでするってなかなかないですよね。割れたんですか？そう、仮面終わったのよ。仮面を割ったというか割れたというか。鼻はそいで、耳もそいで、鼻は潰して、唇も焼いて。誰にでも変装できるように。そうそう。もう本当に平べったい顔。だ盛るの自由だから、どんな顔でも変身できる。言い方、盛るの。なんか腕が伸びるように見える。ああ、そうそうそう。縞模様で。縞模様。あれすごいっすよ。結構最初苦戦しました。そうそう、確かに下ね、あれでも。ある意味隠れ人気キャラではある、うん、自分も好きだよな。吹っ飛ばしたのは CM 行く？はい、行きます。まだあるんですけど。え、まだ終わってない？あ、終わってなかったらいいよ。長い、意外と長い。あと2分ぐらい。長いな、おい。まあいいけど、なんか好きにやる。メール来てくれてるし。メールも来てる。あ、メール一件来てくれてたじゃないですか。何しようかな。何のシーンやる？多分みんな動けないと思う、その前に。いや、動かなくてもいい、声だけでいいや。声だけですか、アフレコみたいな。いや、おい、嘘。覚えてますか、セリフも。
拙者は流浪にまた流れるでござるよってあれさ、京都に立つときに薫に言っていた言葉さ。え？嘘。一回消えるんですよ。はいはい。じゃあね、さっきのために名刺探してあげるかね。名刺とあれば逆にあれもいいんじゃないの？師匠の。師匠。師匠と藤の。師匠。はい、師匠。ああ、彦清十郎と藤の。清十郎と藤の戦い。あれだけ圧倒的なのさなかったよな。ああ、確かに。少しに遅い。このまましかもあの番と化け物だろって仕込んであるの、うん、ああそうそうそう、あの彦星十郎の話でも絶対盛り上がるはずよ、うん、最後結構ガトリングでやれましたよね。うん？なんか。そう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 。竹田寛龍。あ、そうだ。そうそうそう、あのガトリング砲で、うん、結構倒し一人になってしまった。ああ、うん。剣は狂気、剣術は殺人剣。どんな綺麗事やをお題目を口にしてもそれが事実とか。ああ、真実。あったね。一巻じゃない。これは一巻。一巻でしょ。おしゃべりの時間はないんだ。殺してやるからさっさとかかってこい。武道陣営が。俺がお前を殺すまで誰にも殺されるなよ。篠森青氏が出る、屋敷から出るときに。たかがこんなかすり傷を負わせただけでそんなに嬉しいとは大した殺人剣だ。来週歌でしょ。うん、来週歌のとき。はい、残り20秒です。この言葉いいですね。犬は餌で飼える、人は金で飼える、だが身分の狼を飼うことは何人にもできん。もういいし、その前 の, あの悪徳残部、ね、お前の全てを否定してやる。時刻は午後7時32分を回りました。スカッチャのアニソンマーティン FM ギノワのスタジオより生放送でお届けしています。ということで、ここからはですね、先ほどメールにありましたセリフをやっていきたいなと思うんですけど、ザッキー準備は大丈夫？準備ですか？はい。ですね、はい、セリフの時、実はこれコーナーのこれセリフのコーナーで実際あるコーナーなんですよ、アニソンマーティの中で。そうなんです。はい。あるコーナーなんですが、これちゃんと条件がありまして、はい、必ずエコーをかけること。ただエコーは半分よりちょっとしたぐらいでかける。半分よりちょっとしたぐらい。聞きすぎじゃない？聞きすぎるから前回まで上げちゃダメよ。はい、はい、です。じゃあまず見本を見せましょうね。お願いします。はい、そしたらですね、見本はですね、エコザイルさんに、はい、ファーストガンダムのですね、こらこらこら違うだろう。あ、違います。今日ルロケン。あ、見本ですから。ガンダム知らない。ガンダム知らない。うん、じゃあエヴァンゲリオン。もう知らない。あ、なるほど、うん、そっちは自分のジャンルではないね。じゃあそしたらこのセリフ言ってみましょうか。これがいいですか。時代を作るのは刀ではなく、それを扱う人でござる。はい、今日の以上セリフのコーナーでした。終わり？あ、いや終わらないんですけどね。はい、はい、じゃあザッキーはですね、はい、あ、私ですか。私がやるんだったらこれでいきましょうかね。いきますか。半端な覚悟じゃお構いやってらんないのよ。いかがだったでしょうか。いや、説得力あったね。はい。釜の人ですね。
はい、これはですね、本庄鎌足の十本刀のシーンですね、ええ、そしてじゃああなたにはこのセリフを譲りましょうかね。どのセリフですか。これは名言です ね、 ね、はい、いいね、いいですね。見えるかな。ちょっと見えないですね。あれですよ、多分同じとこ見てますね。じゃあ2ページ目かな。2ページ目です、うん、2ページ目の真ん中ぐらいだよね、はい、彦清十郎がですね、富士と戦うときに企画外のバトルをした時の ね、 ね、名言ですね。これいいよね。で、彦星十郎っぽく言ってくださいね。わかりました。はい、じゃあいきます。だが今は違う。お前が全力出しても倒せない男がこうして目の前に立ってやっているんだぜ。はい、ということでね、思いっきり読み間違いもありましたがね、じゃあ僕が一回このセリフ読んでみましょうか。お願いします、はい、お手本を。だが今日は違う。お前が全力を出しても倒せない男がこうして目の前に立ってやっているんだぜ。こんな感じじゃないかな、心情的には、ね、はい、いいですね、いいですね。はい、ありがとうございます。はい、あ、八谷智美さん仕事先到着ということでね、はい、頑張ってください。じゃあそしてですね、じゃあ次の名言をエコさん選んでいただいていいですよ。じゃあもう一回お任せします。自分が選んだの、はい、あ、選んでいいですよ。あ、私、うん、言ってください。このセリフ、うん、所詮この世は弱肉強食、強ければ生き、弱ければ死ぬ。はい、ですね、獅子王誠のセリフですね、宗次郎の過去の時に出てきた、セリフですね。弱肉強食を訴えて、それがですね、そのまま明治政府転覆へとこのままつながっていくんですよね、うん、そうそうそう、はい、じゃあ何行こうかな。彦清十郎のこれでいきますかね、エコさんは。はい、はい、ちょ待ってよ。大丈夫、あ、見える、見える、あ、いいですか。はい、はい、春は夜桜、夏には星、秋には満月、冬には雪、それで十分酒はうまい。いやー、いやー、いいですね、いいですね、彦清十郎のセリフですね、ね、はい、さすが普段から飲んでたけどありますね。誰が飲まって普段からなんか樽何個か飲んで消費されてるという。ああ、え、樽は飲んでないな。ただ正月とかね、モーミーさんと比べたらモーミーさんの方が先倒れてるし。あっちはペース考えんでガバガバ行くでしょ、うん、自分はペース考えていくんだけど、ペース考えてガバガバ行くんですよね。なんでわかる。これの速度で乗ってたらまだ行けるという。そう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 。で正月とかね、特別な日にたまにちょっと大事にしてたのをちびちび開けてたら一本開いてたとかな。知らんうちに。ザッキーは樽何個。いや、樽は0個ですね。0個は、はい。酒は美味しく飲まんと。はい、そしてアイデアマスオさんからリクエスト来てますね。これはザッキーにお願いしようかな。これは有働陣営のセリフですね。あ、いいね、有働陣営っぽく、悪者っぽく、ただ虫けらとは一味違うようだなと、ちょっと尊敬してる感じで言ってください。尊敬し、いきます。はあ、心の一本にかかってもまだ動けるとは、ただの虫けらとは一味違うようだな。はい、ということでね、また読み間違い、はい、読み間違いが、ね、読み間違えちゃいけない部分を読み間違えました ね、 ね、はい、何でしょう、はい、心の、うん、これ真の一方、これ真の一方ですね。はい、相手さんから早速来てますね。あ、すいません、はい、こんな感じじゃないかな、実際言ってみると。そうそうそう、ほう、真の一方にかかってもまだ動けるとは、ただの虫けらとは一味違うようだな。か
感服です、はい、っていう感じがですかね。はい、でそしてエコさんまだ言ってない。ん、いや短いので短いのでこれ短いの短いのこれ短いよ短いね、うん、短いのって言うから行ってみますか。はい、はい、ただいまでござる。おーおーおー、合ってる合ってる合ってます合ってます。大体こんな感じだった、ね、京都編から帰ってき、あの京都から東京に帰ってきた時ですね。ああ、はい、じゃあそしたら、じゃあ僕が長いセリフ担当しましょうかね。お願いします。はい、じゃあとこれね、おじいちゃんが言うからな。はい、大事なものを失って身も心も疲れ果てけれども、それで決して捨てることができない思いがあるならば、誰が何と言おうとそれこそが君だけの唯一の真実。さあ、はいはい、これはですね、エニシ編の時にカオルが殺されてしまって心を閉ざしてしまった剣心を復活させるきっかけとなったセリフですね。このセリフを言ったのは実際はその吐きだめのとこにいたホームレスのおじいちゃんなんですけども、実際そのおじいちゃん自体は、トモエという女性のお父さんだったんですね。おー、トモエという女性は剣心の奥さんだった人、昔ですね。そう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 、そのお父さんがこのセリフを剣心に伝えた。でお父さんで剣心が夫だったってことも後々分かった。なんか縁がつながってますね。そう、全部つながってるんですよ。じゃあですね、これはじゃあ次にもうちょっと短いのでいこうかな。じゃあエコさんは短いのがいいから、これでいきましょうか。ちょっと難しいよ、ちょっと変態じゃないこれで。うんうん、いくの、いきましょう。この感触いいね。いいですね、いいですね、さすがいい変態の戦いエコさんさん、変態じゃん、はい、でそしたらですね、さっきやってないからあ、でもザッキーもマスオさんから来てますね。お、なんか来てます。はい、斉藤はじめさんはじめの、はい、でこれザッキーにお願いしましょうね。どういう感じですかね。ちょ、声をずぶとく、ずぶとく、ずぶとく、そして斉藤はじめっぽく、はい、それがでね、じゃあ行きます。はい、犬は餌で飼える、人は金で飼える、だが狼の飼うことは何言ってもできん。なんで最後泣こうとしてんねん。いや、もう一回エコーかけてもらっていい？はい、はい、お願いします。アイデアマスオさんからのセリフですね。いや、いくよ、さすがエロさん、いや、エコさん、これ違う、そこですか、別のところなんで、違う、そこですか。なんでそこや。違います、俺のをもう一回呼んでほしいっていう。あ、OK です。はい。OK ですか？じゃあ行きますよ。犬は餌で飼える。人は金で飼える。だが、ミブの狼を飼うことは何人にもできん。ということでね。はい。ね、ちょっとだけ声優に憧れていた私、北脇塚がお届けしています。はい。憧れてたの？憧れててね。高い声も出せますよ。はい。というわけで女性のセリフをちょっと高い声でやるので変な感じしますけど、ちょっとやってみましょうかね。 あったね。でも今出るかな、ちょっと風邪ひいてるんですよね。ほうほうほう、あ、これじゃない、これですね。じゃあいきますか。ちょっと離れるね、はい、大声ですから。一番思っている人のことを忘れることの一体どこが幸せなのよ。でこんな感じですかね。はあ、はあ、はい、うん、どうだった、いいね、あ、よかったんですね今の、はい、今の良かったですか。あ、よかったよかった、よかったですか。はい、じゃあそしたらエコさんはですね、ほらこれでいきましょうか。行くの、いきますか、行きましょう、はい、これが二重の極みだ。
おおほほほ、出ました。いいですね。じゃあザッキーはたくさん漢字があるとちょっと呼び間違えるのでちょっと面白いのでね、ちょっとその辺を、いやいや、そこを避けてくる。これはどこですかね。これか、でもなお良い子、読み方分かってしまえば、そうそうそう、連続ですからね。佐野助がね、バカみたいに言うセリフがね、はいはい、あ、これちょっと難しそうな感じが多いんでこれいきましょうか。どこですかね。いいね。斉藤はじめのですね、はい、ですね、2ページ目、2ページ目の、はい、真ん中ぐらいのですね、はい、の、うん、薄いを破った時のね、はい、ゼロ式でね、ゼロ式で薄いを破った時のセリフありますよね。わかりました。己の、はい、それですね。はい、じゃあこれを、はい、薄井が言ったように、薄井が言ったように、はい、どういう感じですかね。もう死ぬ一歩手前だから。ああ、死ぬ一歩手前なんで、ね、あ、もう死にかけの声。そうそうそう。じゃあどう見てもこの格好の絵見たら死ぬでしょ。そうですね。いや、普段もう普通生きてない。普通の人は生きてない。普通喋ってないですよね。わかりました。じゃあやってみます。はい、己の信念を貫けなかった男、信念を生きてもいじめなのだ。はい、はい、ということでね、なんか一瞬、はい、ムツゴロウさんが出てきたのかなと思いましたね。結構難しいね、この名言のコーナーでね。難しいですね。俺がやってみる。あ、やってみていい、はい、やってみていい、これどうぞ。己の信念を貫けなかった男など死んでも生きても惨めなものだ。いいんだけど、まだまだちょっとしぶとく生きてそう。まだしぶとく生きてそう。斎藤はじめっぽくなっちゃったね。ちょっとまだ薄いではないこれは。あ、こっちが難しいかな、この点点点を表現するのが。ああ、じゃあさっきこれでいってみましょう。その真下、その下、これですか。これ、これはやばいですね。これはほぼもう死ぬよっていうレベルだね。ね、これよく生きてますね。うん、いきます。はい。一辺の淀みなく、ピチを染まるく。簡単なようで、なんと難しいこと。よ。はい、ぬくみずさん。入ってたね、入ってたね。ちょっと年老いちゃうんですよね、はい、なんか。はい、そしてですね、かっちゃんさんからですね、ゆうた、つかっちゃん、ゲストのエロザイルさん。いやいや、エコザイルさん、エコザイルさん、こんばんは、ということでね。ワンマンコ。ゆうたって顔覚えられてるね。いや、ありがたいですね。あら、まあ。すごいね。はい、ありがとうございます。やっぱりサザンブリーズやってるから。サザンブリーズまだ1回しか出てないです。アバジで、はい、トモ、はい、さん、あれですね、エロザイルって来てますね。違う違う違う、エコ、はい、そうですね。あのフリムラジオではエコザイルさん、アニソンマーティンではエロザイルさん。いや違う違う違う、違います。これ同じエロザイルにしたらね、はい、他局にいるんです。ラジオネームいるんで。ああ、いるの。ああ、ダメですね。エコですね。はい、エコで、はい、オッケーです、わかりました。でもこれはね、エコザイルさんということで。じゃあそして次、これ難しいよね、死ぬ手もほぼ手前って。やってみようかな。はい、いきますか。一辺の淀みなく、己が道を貫く。簡単なようで、なんと難しいことよ。いや、うまいっすね。こんなもんかな。ようやく死にかけたね。やっと死にかけた。はい、ね、はい、では浅尾さんからね、あるオケに大御所のエロさんがいますって、ね。あら、まあ、そうそうそう、いるん、はい、同時期ですよ、うん、あ、そうなんですか。そのラジオネーム出たのも。あ、そうなんですか。2つ使ってるわけじゃなくて、うん、だから最初は使い分けてるって勘違いされてた、お互いに。ああ、なるほどなるほど。その同時期に出てるからね。はい、なるほどなるほど。そうそうそう、
エコさんいきますか。おい、来たな。エコさんいきましょうか。じゃいきますか。獅子王誠風に超余裕っぽく言わないといけないっていう ね、油断、何のことだ。これは余裕というもんだ。ほほほほほほほ、いいですね。さすがエコさん。あ、なんとか言えた。いやエコさんは本当に声優なれますね。いや無理無理無理、はい、声が多分そうそう、東京の声優のオーディション、はい、ドラえもんかなんかあったら。ドラえもんのらえ、ドラえもん、ドラえもん、あ、ドラえもんの校長先生役とか。ドラえもんのび太くんって。ああ先生役か。あ、ジャイアン役でもいいかもしれないですね。ああ、ジャイアンの声は出せないな。俺はジャイアンってやつですよね。ああ、これだったらケース来るんじゃないかな。ああなるほど、騒音妨害で。なるほどなるほど。じゃあそしたら、そうそう、ザッキーに1個やってもらって終わりにしようかな。あ、わかりました。はい、ザッキーにはですね、そしたらファーストガンダムのですね、アムロが発信するときのシーンのをやっていただきましょう。アムロ行きます。はいはい、なんか意外にセリフ短かったからどうしようかなってなった。いやいやいや。じゃあ長い方がいいんですよね、ザッキーはね。じゃあ、あのエヴァンゲリオン初号機が初めて発信するときの発信シーケンスのセリフをすべて言ってもらってください。めっちゃ待ってください。なんとなくでいいですか。なんとなくで一言一句間違いなくになりますね。まあ冗談ですよ。はい、はい、発信シーケンスやたらと超セリフ長いから、あれだけで5分ぐらいかかったから。あー、尺取りますね。5分か。初めての時だから、初めてエヴァンゲリオンが発信する時なんで、はあ、第2第3ブロック外せ、6ボルト外せとかっていうシーンもありますし、1番から108番までの神経シグナスオールグリーンとかね、言ったり言わないで。臨界点突破まであと 0.02 とか。臨界点突破しましたって、シンクロ率 42.8% で、リクソさんがいけるわって言わないといけない。よく覚えてるね。シンジ君は何か喋るんですか、その時。気持ち悪って言うんですよ、あの LCL を抽出された時に。でその時に LCL が肺で満たされれば、あの勝手に肺に酸素を取り込んでくれます、時期になれるので、あの頑張ってくださいってリスコさんが言う、だったかな。すごい、はい。でエヴァンゲリオンリフトオフと、あれ、あの発信ってまた違うの知った？あ、知らなかったです。え、違うんですか。うん、エヴァンゲリオン初号機発進っていうと、あのエレベーターみたいなシャーって登っていくんです。あ、はいはいはい、でエヴァンゲリオンで最終安全装置解除、エヴァンゲリオン初号機リフトオフって言ったら、あの台みたいなからエヴァンゲリオンが外れるんですよ。あ、バシャー。それで外れて歩き始めたらリフトオフ。あ、へらしいですよ。なるほどね。そうなんですよ。はいはい。というわけで今日のね、ハニソンまでも残り3分となってまいりました。はいはい、アイデアさんからね、赤子リツコさん、赤木リツコさんですね。これわざとじゃない、はい、絶対そうなんですよね。剣になってるだろうね、はい、多分そろそろですね、アムロは戦いたくないけど出ないといけないから超覚悟を決めていくんだよって。あ、ちょっと気持ち足んなかったですね。かわいすぎやわってアイデアマスオさんがクレーム来ておりますね。あ、すいません。はい、というわけでね、そろそろね、エンディングの曲のトライアングルウェーブが聞こえてくる頃です。忘れてたでしょ。すいません、大丈夫。はい、今日のつかちゃんの挨拶までいかがだったでしょうか。また来週もですねお届けしたいと思います。かっちゃんからですね、激アツリーチとかね。はい。激アツリーチで、ここで、シンクロ率 38% だと起動しないので、残念っていうことになりますね。はい。このままシンクロ率が 80% になったら結構激アツなんですけどね。はい。うちパチンコ番組じゃないんですけどね。はい。それではですね、また来週もですね、何かアニメをお届けしたいと思います。うん、はい。ともさんから面白かったです。来てますね。おー、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。それではですね、今日のつかちゃんの挨拶までにここまでとなります。お届けしましたのは、つかちゃんこと、きさらぎつかさと。はい。エコザイルと、山崎ゆたでした。はい。それでは、さようならっていう前に、ザッキーが気になるアニメを教えてって。
あ、俺の気になるアニメですか。はい。いきなり振るよ。待ってください、待ってください。今気になってるのはサザエさん。違いますよ。違うよ。今気になってるのは坂本ですが。坂本ですか。ちょっと古いですね。そんな古い？まだまだやってるんじゃないですか、坂本ですが。まあでも今ではないですよね。今シーズンではないですよね。いや今シーズンじゃん。え、今シーズンですか。あ、前か。あ、まあ いや、はい、どうぞ。今気になってるのは、はい、あれですね、ゼロから始まる世界っていうやつです。おほほほ、確か名前はゼロの使い魔とかじゃなくて、あ、ゼロ違いです。あ、ゼロ違いでね。はい、じゃんけんぽいってね、グフフフってね。あの、確かにサザエさんいますね。こんな声だっけ。グフフフでしたっけ。グフフフじゃなかった、サザエさん。グフフ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 フ。あの不動産屋さんのお姉さんになってまうかな、世代対決。花澤さん。あ、そうです。ぐーって、花澤さんになってまうかな。言いそうですね。うん。言うな。ねえ、もう残り18秒。こんばんはってね、ルッキーさん、ありがとう、聞いていただきありがとうございました。ありがとうございます。はい、それでは、つかちゃんの皆様にここまでとなります。また来週お会いいたしましょう。それでは、さようなら。はい、毎週この時間ですよ。ともさん、毎週土曜日7時から8時前の1時間ですね、お届けしてますので。忘れてた。あ、これ僕すんの忘れてた。チケットいる人。あ、まだ追加数までやってる。あ、追加数やってるんだったら、はい。ですね、あ、流れてる、流れてますよ今。はい、ねリスナーの垣根を越えてね、本当にラジオが好きな人のオフ会をやるので、時間は7月16日、はい、夜7時30分開演って書いてますね。はい、はい、開演ハテナマークね。ハテナマークになってますね。あ、これ自分が作ったんだ。ああ、そうなんですね。会場は7時からとなっております。なんでね、あの、皆さんは8時から行っていただけたらと思います。いや、違う、アリソンマーティー終わってからじゃないの。うん、アリソンマーティーはBluetooth とツイキャスで聞きながら。あ、なるほどね。そうそうそう、そういう使い方もできるんで。はい、はいはいはい。で、一応会費が3000円。あれ、もしかしてここ で、あのアニソンマーティンなんかネットかなんかにつなげてスピーカーで放送しない？あ、絶対やなんで。収録音源持って行ってもいいよ。あ、じゃあの小さいスピーカーで小さく鳴らしとく。え、野外じゃないの。そうそうそう。で、あ、いや、あの、いいことに、はい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 、軸ってところをうまく借りられたんですけど、超軸要塞マクロスですか。そうそうそう、違う。